超手持ちの積むすべて紹介しておりまた終わりません。続きましてはスターウォーズより C3PO です。C3PO もね、初期の頃に出てきたツムとかなんですかね。多分新作が出た時とかにやってきたツムなんじゃないですかね。新作公開だから今、エピソード7か、の時にやったと思うんですけど、まあ、これね、C3PO に攻撃力はなくてね、スーって通り過ぎていく R2D2 ちゃんがね、消していくということで、やっぱりね、C3PO はね、R2 がいないと活躍ができないんだよね。はい。まあ、いい具合でね、C3PO ちゃんがいっぱい出てきてくれるんで、非常にいいですよね。まあ、やっぱり、C3PO、海外とかね、行く機会があるとしたら、何百カ国語が喋れるんですよね。800とかでしたかね。ね、翻訳ができるっていうことなんで、まあ、連れてってね、アメリカ、英語とかね、スペインで行く、スペイン語とか、イタリア語とかね、スワヒリ語とか、そういうので、いろいろ喋ってくれたら便利かもしれないですけど、でも多分、税関で引っかかる。お前、それはなんだろう。そんなもん機内に持ち込めないとか、飛行機に預けられないって、でかすぎるっていうのはね、残念ながら、持っていくことはできないんで、やっぱり、いろんなね、そのハイテク機器とかっていうのを修理してくれる R2 の方が、まあ、家にあったら便利なんじゃないかなと思うんですけどね。皆さんどっちが欲しいですか ?C3PO とね、R2D2 だったら。R2 はなかなかね、コミュニケーションが取るの難しかったりしますよね。なんかね。かといってね、なんか毎回小言のようにね、ベラベラ喋ってくる C3PO さんもね、C3PO のビッグツムめっちゃ出てこない?こう、もう3つ目とかですよ、多分。今回なんか調子いいな。510個のミッションも、ちょっとこのツムだと厳しいかなと思ってたんですけど、あっという間に行けましたね。いいぐらい。ほい。じゃあもう一回フィーバーしちゃいましょう。待って、C3PO! ほい。ああ、さすがにもう一回スキル使うの難しかったか。まあまあ、600個超えたんでね、なかなか良かったと思う。ああ、コインも1349って言ったらなかなか稼げてますね。はい。ということで C3PO は相方、R2 のおかげでツムを消せるというスキルの持ち主でございました。では次回また。